撃手続きします。出撃手配を行います。それじゃあ始めよっか。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。戦場の主力となる汎用型モビルスーツは、味方と連携して前線を構築、敵を足止めすることが大事。敵の強襲型から味方の支援型を守ってあげてね。
戦場に孤立しないようにね。撃破も大事だけど、地味にアシストや陽動がしっかりできるのも重要かな。